ヨアキムは、デンマークの王族。モンペザ伯爵。女王マルグレーテ二世と、王廃、ヘンリック公の次男。兄は、フレデリック皇太子。デンマーク語のみならず、フランス語、英語、ドイツ語を話せる。普段は、ユトランド半島のシャウケンボーの所領に住む。王位継承順位は、兄フレデリック及びその4人の子供たちに次いで、第6位。 1974年から2年間、あまり遠方宮殿で、家庭教師の下で学ぶ。1976年から1982年まで、コッペンハーゲン市内の学校で学ぶ。1982年から1983年まで、フランスのルマンディのエコールドロシュに在籍。1986年、ギムナジウムレガードを卒業。 1991年から1993年まで経済学を学んだ。1987年より軍に在籍。2005年に少佐となった。1995年11月18日、香港出身のアレクサンドラ・マンリーとフレゼリクスボー、宮殿内の教会で結婚。アレクサンドラが中華人民共和国、イギリス、ポーランド、オーストリアの血を引くことから、 欧州の王室に初のアジア人プリンセスが誕生したと騒がれた。二人には二男が生まれた。しかし2004年9月16日、夫妻は別居発表。翌2005年4月8日に正式離婚した。デンマーク王族の離婚は初めてのことだった。離婚に関して、独身時代よりパーティープリンスと呼ばれていたよ、アキムの素行が話題にされた。 王子たちはアレクサンドラが引き取って育てている。2007年10月3日、デンマーク王室は、ヨアキムとフランス人女性、マリー・カバリエが婚約したことを発表。2008年5月24日、シャウケンボウ近郊の教会で挙式した。2009年5月4日、マリー人の間の第一種となる男児が誕生した。2011年8月24日、デンマーク王室は、 マリー妃が第二子を解任したことを公表した。2012年1月24日、ヨアキムとマリー妃の第二子にあたる王女が誕生した。ありがとうございます。